演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら業務スーパーのプルーン、種抜きプルーン2種とレーズンを食べたいと思います。このレーズンは以前のやつとはまた違うやつですね。ではこういうの食べてみるのも楽しいですね。ドライフ、前回のドライフルーツ美味しかったので今回も楽しみ。まずレーズンの中身はこんな感じですね。ちょっと見えにくいな、はい、ちょっと出してみます。こんな感じになってます。とまだ早いよ、で、こちらプルーンというのは初めて食べますね。これはなので食べ比べてどっちが美味しいかなっていうのも調べてみるのもちょっと楽しみにしたりします。こっちはちょっとテリアなのかな。このままじゃ見えませんね。では、はい、こちら、はい、こちらが果肉ですね。ちょっとぬるぬるしてるな、でも気になりますね。ではいただきます。プルーンって初めて食べましたけど、こんなに美味しいものなんですね。レーズンも甘酸っぱい、生花材料とかに良さそうですけど、もちろんこのまま食べるのもいいですねって、自分が食べてから言うなって話ですけど。こちらのレーズンは以前食べたレーズンとそこまで大きく変わってるような部分はないですね。普通に噛んだ瞬間に甘酸っぱさが広がってくる美味しい干しぶどうでした。なので、まあ容量と見た目とかの好み次第かなというような部分もありますね。前回のものとあまり変わらないので今回も同じくらいの、こちらの点数とさせていただきます。まあ、美味しくはありましたよ。で、こちら2種類のプルーンについてですが、ちょっとこちらです。こちらの方が容量が少ない分、少し甘酸っぱさが強い気がしましたね。で、こちらはちょっと甘酸っぱさ控えめで容量が多い、そんな風な印象です。ただ、どちらもそこまで違いはないかな。一つ一つの大きさも、種がないということも、そして甘酸っぱさも。なので容量とちょっとした違いにこだわるという方にで分かれるのかなと思います。どちらもまあどちらも美味しくはありましたので、これも双方こちらの点数とさせていただきます。寒中水泳、柱を見るんや、この隅の、その隅を見て何かを演技しろということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。